お待たせいたしました。ゾゾマリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ、この一戦をお送りいたします。マリーンズの先発は右のフローレス、対するライオンズの先発は右の高橋光成、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。右のフローレス、マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。まずは1回の表、先頭バッターは若林。背番号35、はい、第1球投げた、ボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、打ちました。ショート右横のフライになりました。ショート落下点に入りました。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番森。森、背番号10。第1球投げた、スライダー見送ってストライク。第2球完全に外れた、ボール。投球はこれから3球目、危ない球。第4球を投げました、ボール。次は5球目投げました、アウトコース低め見送ってフォアボール。バッターは指名打者栗山。栗山、背番号1。第1球投げました、インコース低めいっぱいストライク。第2球投げました、打った、センター前に出る、ヒット、ボールは中継。栗山、いいバッティングを見せました。マリーン先制のピンチを迎えます。第1球投げました、初球決まってストライク。まずは入れてきました、変化球ストライク、アウトローへ。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、ボール。投げた、空振り三振。リプレイをご覧ください。バッターは5番ウー、背番号39。第1球見送ってストライク。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。外れた、ボール。投球これから5球目、スライダー見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。先ほどのプレーです。フローレス4番5番と連続三振で切り抜けています。マリーンズまずは無得点に抑えました。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターはスパンジェンバーグ。投げた、ツーシームはボール。第2球打ちました、いい当たり、クリーンヒット。スパンジェンバーグ一気に二塁へ。スパンジェンバーグいいバッティングを見せました。マリーンズ同点のピンチを迎えます。背番号53。第1球初球見送ってストライク、いきなり150キロ。投げた、2球目空振り。第3球を投げました、空振り三振。アイト、全くタイミングが合いません。バッターは8番木村。大きな声援が届いています。第1球ボール、投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、ファウルグラウンド、キャッチしています。ショート山田、背番号52。第1球アウトコース低めいっぱいストライク。まずは決めてきました、ツーシーマーストライク。追い込んで投げました、一つ外してボール。第4球は外へ逃げるスライダー、空振り三振、三振に仕留めました。さあ、リプレイです。2回の表が終わって1対0、マリーンズ1点リードは変わりません。ライオンズこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは若林。第1打席は内野フライに倒れています。投げた、完全に外れた、ボール。第3球3球目ストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた。若林ナイスバッティングです。バッターは2番森。第1打席はフォアボール。投げた、ストライク。第2球2球目ストライク、これで追い込みました。第3球インコース、ボール。第4球を投げた、打ちました、
ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。見送ってボール。投げた、輪郎際どい球、ボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球を投げました、直球見送ってストライク。投げました、ボール。次は5球目、投げました、打ちました。打球はレフト浅いところ、掴みました。ボールは中継、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。山川、第9、投げました、初球打ちました、ショート左横のフライになりました。藤岡、余裕があります、取りました。これで3アウト、一塁ランナー若林残塁に終わりました。3回の表が終わって2対0です。ゲームは中盤戦に入ります。この回の先頭バッターはウー、初球打った、ショート右の当たり抜けた、ウー、いいバッティングを見せました。バッターは6番スパンジェンパーク、これが2度目、流し打ちとサードをつかみました。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。初球はストライク。第2球、投げました、打ちました、ファール。第3球を投げた、アウトコース低め、スライダーは外れてボール。投げた、打ったんやったりだ、破ってった、ボールは中継、アイト、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。打った、サードの左、サードホースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。フローレス、毎回ランナーを出していますが無失点に抑えています。4回の表が終わって5対0です。ライオンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番山田、今日の第1打席はスイングアウト、2球目ストライク。第3球を投げた、3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。スライダーボール。第5球投げた、打った、ご注意ください。第6球はボール、内角低め、さあ7球目、内角低めいっぱい、見逃し三振。センター、第9投げた、危ない球。第2球投げました、アウトロー空振り、タイミング合いません。投げました、ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ストライク、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは2番森、今日はフォアボールとファールフライ、アウトロー際どい球、ボール。第2球投げました、空振り。マリーンズ、ここは引っ張りに警戒します。第4球を投げました、打ちました。中村、ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。フローレス、三者凡退、無得点に抑えています。5回の表が終わって7対0です。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは指名打者栗山、打ちました、ボテボテのショートゴロ。藤岡、取った、一塁送球、一塁アウト、これはアウトです。バッターは4番山川、今日は三振とショートフライ。第9投げた、マシンで捉えた、破った、山川、いいバッティングを見せました。バッターは5番ウー、これが3度目のバッターボックス。初球ストライクから、第2球見送ってボール、ストライク。次は4球目、投げた、打ちました、レアード、交代、ファールボール。さあ5球目、打ちました、ショートバウンド取った、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。6回の表が終わって7対0です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターはスパンジェンパーク、マリーンズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投球はこれから3球目、ボール。マリーンズ、ここは引っ張りに警戒します。危ない球、投げた、打ちました、アットバットが折れた、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番アイト、今日3打席目、投げた、初球決まってストライク。第2球、完全に外れた、ボール。打った、鈍いゴロ。フローレス、ボールを取る、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番木村、今日はファールフライとサードへの併殺だ。打った、これはいい当たりだ、さらに伸びていく、見送った、ホームラン、ソロホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。マリーン、
完勝です。本日の試合はマリーンズの勝利です。勝利投手フローレス、敗戦投手高橋コーナーでございました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき